トリコロはトリコロールはアディダス社製のサッカーボールであり、1998年 FIFA ワールドカップフランス大会に使用された公式球である。名称はフランスの国旗の通称に由来している。ワールドカップ公式球で最初に多色づりされたサッカーボールであると同時に1978年から使用された古典的な単語デザインの最後のワールドカップ公式球である。 その後、2019年に、フランスで行われた2019フィファ女子、ワールドカップにて、トリコロールの名称が復活した試合級、トリコロール19が本大会の決勝トーナメントで使用された。1990年代後半、国際労働機関の調査により自動労働により生産されるサッカーボールの実態が明らかになり、国際的な問題となったことから、 国際サッカー連盟は自動労働を含む労働条件の改善を図るためサッカーボールのライセンス制度を厳格化した。トリコロールはこうした措置を踏まえた初のワールドカップ公式級という記念碑的存在となっている。2010FIFA ワールドカップ公式試合級概要、アディダスジャパン株式会報道資料アディダスフットボール用ンインスタグラムトリコロは、 Introducing the t r i o 19 2019年6月21日インスタグラム大見直と特集スポーツと労働サッカーボールに込められた願い日本労働研究雑誌2005年4月ありがとうございます